そうですね。今、僕の視聴者はこの話を理解できる人、ついてこれる人はいないかもしれない。何の話ってみんななってるかもしれない。こっちもここだけ異質な会話してるみたいなコメントで。多分みんなゲームの今話、次の試合の話してるんでしょうけど。どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はハセシンカスタムっていうウォーゾーンのねデュオのイベントがありました。そちらの方に IFBB プロ、プロフィジーク選手のカネキンさんとね、デュオで出場してきたので、そちらを動画にしたいと思います。試合の方は計4試合やって、その中で一番ちょっと見応えがあった試合を動画にしたいと思うんですけど、周りはねすごいウォーゾーンやり込んでるね投稿者さんだったりとか有名な配信者さんもね結構多かったので、まあその中でかなり頑張れたんじゃないかなと思います。カネキンさんのチャンネルは動画概要欄にあるので、筋トレとか食事とかね、興味ある方はぜひチェックしてみてください。というわけで、今日もよかったらチャンネル登録と高評価モチベーションになるのでよろしくお願いします。誰におります？そうですね、降りられたらちょっと先にいたら、あ、ちょっと下行きますって言うと思うんで、なんかすごい緊張する。これはリオさんの今緊張レベルは1から10度、ね、はい、1から10、いやー、うーん、2ですかね。ああ、これぐらいじゃ全然。ああ、なるほど。大会ってやばすぎ。大会と比べたら全然ですね。あ、聞こえる。聞こえます？うん。階段あたりかな。あ、ここ、1階に2人いました、1階に2人いました。1人ダウン。後ろから回ってきてるかも。ナイス。オッケー。お、別パ？え、嘘。ナイス。今2パーティーやりましたね、今ここで。ナイス。ナイスです。おー。かな。あ、一応そっちに2人いる。で、消防署の上に1人いる。2人いる。あ、消防署います？入れてます。オッケーです、オッケーです。ナイスオーク、ナイスオーク。あ、ロードアウトのところに一人。あ、やった、ナイス。で、まだ消防署いますね、これ。消防署います。うん。あの人たちがトラック取ると。あ、撃ててる、ハーチンバックに近い。近い。え、この、真下っすかね。ここの25メートル、こっちの下、そこ。一人撃ってる。あ、42メートル。離れてる。青い建物かな。車盗まれるか。ちょっと、左のこっちの車行けますね、もう。OK。まあ、とりあえず、あのショップの目の前の建物行っても、OK。勝負しますか、ちょっと。いてもゴーストかな。あ、いる、ゴースト。追いかけてくるか。ナイスワン、ナイスワン。僕のとこっす。うわ、ワンショット。ナイス！ナイス！おぉ、怖い。ナイスすぎる。家の中入りましょう。オッケー、逃げましょう。ありがとうございます。逃げろ。うわー、ナイス。いや、でかいです。ここ取れ、勝負したのマジで大きいです。結構これ。まあでも、正直、65人なんですよね、今。かなり多いんで、うん、まあちょっとエリア、変に動くよりは、ね、ちょっともう、早めに中に入りたいのもそうなんですけど、多分、めっちゃいる。周りすごいいる、これ、多分。65人。これ、買う気か、もしかして。あ、買う気だ。いや、逃げてた。違う。さすがに。OK。お、一人後ろやって。OK。お、一人後ろやりました。おー、ナイス。多分でも、右後ろは多分一人いるんですよね、一人だけ。心拍は今のところ誰も映ってない。OK です。あ、タックだ。オレンジ取りそう。OK です。ちょっと待ちます、ここで。わ、怖い。危な。あ、47メートル、148人、SE に映ってる。あ、いる。あ、アマダウン。ナイス。はい。いやー、カネキンさんナイスすぎる。よしよし。あ、41メートル、僕の前。OK です。いた、縦。やばい、縦。縦、ダウン。
いやー、なんでやねん。くぅ、あと建物の中ですね。2階に。カモン。いやー、これ僕無理っすわ。右、うわー、めっちゃいるこれ。これも、そう、右もいるんですよね、ハニキンさんの。あ、右にいますよね、上に。場所がない。ナイス。ナイス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 。で、右上。あ、やり合ってますね。あ、左来てる。ナイス？おお。右上。来ますね。右上にいますよね。来ますね。その塀乗り越えた先にいますね。ゴーストですね。左いるか。やばい、席で。あ、これガスか。やばいやばい、変なことしちゃった。あ、4000あるけど、でも多分もう。解消だ。いや、でもマスクがないんで、行ってください、行ってください。いや、行けますか？僕もうデコイ、デコイになります、僕。僕、あー、どうです？いやー、申し訳ない。あー、僕、あー、ちょっとガスマスク。そっか、そっか、そっか。あ、でもどうせ多分あの人にやられてたと思う。今の立ち位置的に。あー、もう、中にいました。ってことは、この辺。あ、向かう場所に。あー、そっち。あ、もうちょっと痛い。もうちょっと空中に痛い。もうちょっと空中にいたいんだけど、お、次にサインに行きたい。サインまで行ける。ベスト3。おー、ナイス。いやー、動けない。マジかー。あー、ちょうど乗る前に撃たれてたのか。あー、あー、この人もやられて。あー、最後ここにいた人か。いやー、これは僕がルートミスりましたね。僕だけちょっと右。カネキンさんが選ぶとしたら、ダンベルフライかペックフライだったら。あー、難しい。でもペックフライってそのなんかまっすぐ座るやつと90度に座るやつとちょっとインクラインのやつがあって、はい、種類的にもそのテクニックとかがこうなんか動くやつと動かないやつがあって、あ、その辺ダンベルフライだったらまあ自分の好きに動かせるんですよね。ペックフライの方がすごいスクイーズが入る、収縮が。ああ、最後のこう、うん、中心まで持っていけますもんね、グッ、うん、でもエッジ目的ならダンベルフライで、最後のなんか追い込みの種目でパンプを狙うだったらペックフライかな。ああ、なるほど。ティーバーローか弁当バーローだったら、ああ、ティーバーロー。ティーバーローっすか。なんかデッドリフトやってるなら、その、ああ、そのハムも使われてるからってことですか。使われてるし、だから、ティーバーローでさらにいいのが、うちのジムにある、あの、なんか、お腹をつけて、あ、胸をつけて。ああ、マシンのっていうか、いや、あれ、もう本当、あれ、超羨ましいんですよね。ティーバーローのマシンが、もうやっぱ、ないっすね、なかなか。あんまりない。場所取れない。なかなかないっす。この前ちょっとお高いマシンだから。そうですね。この前、そう、秋葉原のエニタイムにあるんですよ。ティーバローのマシンが。わざわざ行きましたからね。ちょっとやりたくて。そう、あのマシンあるジムは結構、あ、ガチなんだ。ガチですよね。ああ、でも、エニタイムもやっぱり最近はいいジムみたい。いろんな人が多分、一番人気なジムかもしれない、今は。いや、まあ、店舗によりますけど、いいところはやっぱそのマシンの揃えだったり、ダンベルも40キロとか、まあ、多いところで50キロだったりとか、場所、本当に場所によるんですけど、ただエニタイムはそのスミスマシンがなんかすごいスーパースミスばっかなんですよね。あ、わかる。なんかちょっとなんかバーも結構熱いでしょ、グリップが。熱いです。ちょっと斜めでなんか押し、なんかすごい好きじゃないそれ。そう、なんかスーパースミスで例えばインクライベンチとかやるとき、まあいわゆるあれ上から、あ、ちょっと斜め上、頭の方にこう行くわけじゃないですか、スーパースミスだと。なんか普通のいわゆるカネキンさんのジムでやったストレートのスミスマシンと比べて
ベンチの角度をどうするか、そのちょっと下げた方がいいんですかね。下げた方がいいと思う。下げた方がいいし、肩があれですよ。あとで重量も全然当てにならない。そこの斜めの60キロとストレートの60キロで全然なんか違うし、変わるんですね。そうですね。今僕の視聴者はこの話を理解できる人、ついてこれる人がいないかもしれない。何の話ってみんななってるかもしれない。こっちもここだけ異質な会話してるみたいなコメントで。多分みんなゲームの今話、次の試合の話してるんでしょうけど。